岡垣町コミュニティバスは、福岡県恩賀郡岡垣町にて運行している、コミュニティバスである。触れ合いの愛称が付けられている。2005年4月1日運行開始。それまでは、西日本鉄道の分離市会社である、西鉄バス村方が、岡垣町内で、路線バスを運行していたが、町内の一部路線の廃止が決定したため、代替交通として、 コミュニティバスが運行されることとなった。2018年10月1日現在、5路線が設定され、運行は、音楽町のタクシー会社の西部音楽交通に委託されている。恵比寿駅を中心とする路線もで、5路線がある。いずれの路線も恵比寿駅北西の町域中央部の町役場など、公共施設の集中する地域を経由する。 運行エリアは概ね、町域の東半分の地域に集中しており、町域西部の山間部や北西部の波津地区は、西鉄バス村方の一般路線が運行している。町北西部の波津地区と町中心部、恵比津駅を結ぶ。以前は、西鉄バス村方が全便を運行していたが、2018年10月1日のダイヤ改正で一部の便が、 コミュニティバスでの運行となった。平日は22.5往復中8往復、土日祝日は13.5往復中7往復がコミュニティバスとなる。おおむね毎時1本の運行で、平日はのみ全便が西鉄バス宗方の一般路線バスとして運行され、それ以外は西鉄バス宗方の一般路線とコミュニティバスが交互に運行される。 コミュニティバス担当便の内平日2.5往復、土日祝日3往復が、憩いの里を経由する。超北部の住宅地の松が台を経由する循環路線。2018年10月1日のダイヤ改正で、最終便の1往復のみ、西鉄バス棟方から、コミュニティバスに移行している。主に町北部の三里松原南側の地域を、経由する循環路線である。 朝夕の一部の便を除き、かや団地地区も経由する。平日9.5往復、土日祝日は時計回り8本、半時計回り6本の運行。かや団地経由は5往復、松が、大発着は、平日朝夕のみ1.5往復、平日早朝に、憩いの里は目定予備通期間に1本運行。長南部の竜王団地などを経由する。 平日7.5往復、土日祝日は4発5本、イオニー7本の運行。1.5往復の三百りや経由。午後の2.5往復は、恵比津駅南口竜王団地4位間。平日朝の1本は、竜王団地中央公民建前間の運行。超東部にある、茅谷団地内を運行する。時計回り、半時計回り、各6本の運行。 時計回りの朝の一本と、半時計回りの夕方の一本は、町東端部の恩納町との境界付近にある、千代丸口を経由する。並津線、松が、大循環線では27人乗りの日の、ポンチョを使用する。緑色と赤色の車が1台ずつある。それ以外の路線では13人乗りの、トヨタハイエースコミューターを使用する。色は青色。 広報岡垣2005年3月25日号、P3 広報岡垣2007年10月10日号、P3 広報岡垣、平成20年4月10日号広報岡垣2010年3月10日号。ピアニッシモ2から 3AB 広報岡垣2012年3月10日号、P3 広報岡垣2014年3月10日号。 P4 広報おかがき2018年8月25日号 p さん。ありがとうございます。